問題の10 これがですね非常に重要なポイントになります。大動脈弁の動きはどうなってますか。それは収縮期、拡張期、拡張期と収縮期ですね。拡張期と収縮期、大動脈弁って一体どういう動きになってますかということです。はい、つまり何が言いたいのかというと、この問題は拡張期、あ、大動脈弁は開いてますか閉じてますかっていう問題です。はい、ね、これ見てね、まあ、バカにするなと言われる方もいらっしゃると思います。はい、まあ、一応問題にしました。はい、左心室の拡張期は大動脈弁は開いてますか閉じてますか。大動脈弁ってここにありますからね。はい、左心室と 大動脈の間にあるのが大動脈弁ですので、それは開いてますか閉じてますかという問題です。シンプルにまとまって驚きました。今までで一番感動しましたと称賛されたセミナーで IABP を後輩に説明できるようになります。こちらのセミナーが書籍になりました。 Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらの QR コードから読み取り何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口聡氏ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。IBP の効果って一体何がありますか。大体ですねこの6つ、本当にそうですかっていうのをちょっと考えてみませんか。はい、心臓の動きは2つです。IABP どうですか。 IABP の動きは収縮と拡張の2つなんですよ。 IABP の効果も2つしかないんですよ。何なのかっていうと、はい、拡張の時の原理、これがそのまま効果になります。そして収縮の原理、この2つしかないってことです。もう IABP は原理さえ分かってしまえば全てが解決します。まあ、合併症もそうですし、看護のポイントだってそうです。人に説明する時もこれだけ分かっていれば全て解決する問題なんですよ。本日のゴールです。この IABP が怖いというところからですね、もう IABP は得意だと人に説明できるというところまで入っていきます。 IABP を後輩まで説明できますよと、今日このセミナーですね、そのレベルまで達していただけます。根本的な問題です。はい、問題の1、お手元の資料ありましたらね、そちらを見ていただければと。 IABP は原理が全てなんです。IABP の原理はたったの2つです。はい、ダイアストリックオグメンテーションとシストリックアンローディング、これだけなんです。収縮と拡張しかしてないわけだから、これしかないわけです。 IABP は原理が全てです。こうですね、まず理解してくださいと、明日からですね後輩に説明してあげてください。